皆さんこんにちは、アナライズ TV、オイシックス新潟アルビレックス BC の監督の橋上です。本日は、来シーズンに向けての巨人と阪神の戦い方、そういったものをちょっとお話しさせていただきたいと思いますので、お付き合いの方よろしくお願いいたします。まあ、そうですね。確かに巨人阪神っていうのはファンの多いチームですから、この2チームがやはり上位で戦っていると、リーグ全体が盛り上がる、注目度が高くなるっていうことは、今の時代でもやっぱり言えるところではありますよね。まあ、ただ、なんて言いますかね。昔に比べて、じゃあ巨人と阪神が圧倒的かっていうと、若干その、他の4球団とこの2球団の間っていうのは縮まってきてる感じはあるんですよね。まあ、これはやっぱり地上波を含めてテレビ放映が、まあ、同じような感じでどの球団も行われていると。昔はまあ巨人戦とか阪神戦ぐらいしか、ね、中継ってあんまなかったんですけども、今はまあ地上波自体は12球団ともあんまりいないんですけども、まあその分いろんなメディアを使って中継時代はあるんですけども、どっかのチームに偏ったってことは今ないですから、そういった意味では比較的その間が詰まってきてる。まあでもそれでもやっぱり言うても2つのチームはね、未だに2球団なんですけども。まあジャイアンツに、まず話をさせていただくとですね、まあジャイアンツが来シーズン、まあ来シーズン以降かな、躍進するために、まあいくつかポイントがあると思うんですけども、ジャイアンツにいる人たちが、うちのチームは特別なんだっていう思いを捨てられるかどうかから始まると思います。やはり私もね、ジャイアンツさんにもお世話になって3年間いたんですけども、やっぱりそのフロントを含めて、ジャイアンツは特別なんだっていう思いが、やっぱりあるんですよね。で、例えば FA とか、も含めてなんですけども、戦力が足んないときは、そういったものでいくらでも補強できる、うちは、っていうような考えが、比較的フロントも含めてですけどね、根強かったんですよ。ただ残念ながら、近年 FA も含めて、思い通りの補強ができてないんですよね。まあ、最近で言うと、例えば FA 宣言でジャイアンツが手を挙げました。他の球団も手を挙げました。昔はジャイアンツが手を挙げれば、ほぼほぼジャイアンツに行ってたはずなんですけども、今はやっぱりジャイアンツが挙げたと言っても、他の球団に行く選手も非常に多いですよね。ですから、昔のほど、その FA イコールジャイアンツっていう時代ではなくなってきてるんですよね。だから、まずそこは一つ、昔のように、時代にというか、いろんな面で補強が進むと思ったら、まず大間違いだよ。となると、現有戦力をいかにその、育成して、ね、戦力として、整えていくっていうことを、まあ、もっと重きを置いて考えないと、やっぱり他のチームに置いていかれる可能性が非常に高いんですよね。で、今まではその、まあ今までももちろん育成はしてたんでしょうけども、やっぱりどっか足んなかったらどっか取ってこれるというところがあったんですよね。で、そこがまず脱却するためには、自分のチームは特別なんだっていう思いをフロントを含めて、まずは消し去るということ。これがやはり来シーズン以降、ジャイアンツが浮上していくための大きなポイントになると思います。新監督になると、まあ、今年の岡田監督もそうでしたし、今年は勝てませんでしたけど、ヤクルトの高津監督なんかも、まあ、比較的変わって早い段階で、優勝したりはしてましたよね。で、まあ、監督変わることによって、ある意味その、チーム内にその、新しい刺激というかな、そういったものは確かに生まれますよね。で、それがまあ、いい方向に回れば、やはり、前年に比べて非常にその、勝ち星が増えるだとか、いうことはあります。ただ、変わったから絶対にプラスになるとは言い切れないんですけども、新鮮な空気が入っていることによって、今までと違うものがいろいろ出てくるなっていうことは、どのチームもあると思いますよね。ですから、監督によって、戦い方も若干変わってくるし、まあ、なんていうんですかね、傭兵も含めて、使われる選手も若干変わってきますよね。ですから、そういったことが、チーム内でちょっとしたいい刺激になったりもしますし、まあ、ピリピリ感とは言わないんですけどもね、まあそういった緊張感っていうのが、長年ずっと監督をやってるとそういったものがどんどん薄れていく嫌いがあるんですけども、まあそういったところがやっぱり新しい監督になれば、本当に、いい意味での緊張感がまた改めて生まれるので、
まあそういったところが来シーズンの例えば巨人であれば、うん、監督変わりましたので、プラスで出てくる可能性が高いというふうに思いますね。基本ではそうですね。やはりそのコーチというのは、その監督、まあ一軍であれば一軍の監督の、まあ考え方というものをしっかり理解して、そういったものを選手に伝えていって、チームの向かうべき方向っていうのをある程度統一して戦っていく。まあこれが基本的な考え方ですよね。やはりその監督の意向とか考え方がやはり浸透できていないと、やはり選手がいろんな方向を向いてしまうので、なかなかそのチームとして、チーム単位で戦うことには、あまりプラスは生まれないってこないですよね。そういった意味では、新しい監督は、まずは自分の考える野球というものを、コーチの人を介して、選手、チーム全体に浸透させていく。まあ、これがまず監督としてやるべき仕事かなというふうに思いますけどね。ウォーカー選手を出してソフトバンクからピッチャー2人取りましたけども、まあ、やはり、ジャイアンツの来季に向けての課題としてはやはり投手力だと思いますので、その投手力をまずはそのトレード等で、まあ、補うというか、そういったことを少しずつ始めてはいますよね。で、安倍監督になって、首脳陣もね、大幅に入れ替わりました。まあ、なんて言いますかね、比較的その自分自身が選手でやってた頃に一緒にやってた選手が、まあ、講師として周りをサポートする形になりましたけども、まあそれはそれで決して悪いとは思わないんですよね。まあ風通しがいいと言いますか、意見交換とかいろんなものがやりやすいっていうのはあると思うんですよね。知れたメンバーというのは。ただ逆を言うとマイナス面が出てくる可能性はやはりその、まあ傷の波じゃないですけども、親しいだけに、あまり厳しいことが言えない中になったりとか、そういうふうになってしまうと、あまり組織としては良くない方向に行きますよね。やはり親しい中にも、やはりそういった自分自身の仕事に対する責任というものは、全うできればというふうに思います。まあそういう意味では、監督自身が、まあ部下とは言わないですけど、コーチが自分に対してものを言ってくることを、良しとするというかな。やはり、こういうことを言ってくるっていうことは、やっぱり本当に自分自身とかチームのことを考えてくれてるんだなというふうに取れるかどうかですよね、進化が。そこで、なんだこいつっていう、なんだこんなこと言ってくるんだっていう、煙たがられるようだと、チームとしてはあんま良くないので、まあそういった、監督自身がそういうものをどう捉えるかっていうのも大きいと思いますし、まあそういった意味では、ちょっとその気心を知れた、まあコーチを前に配置するってことは、決してマイナスではないと思うので、まあまあ、その辺、あとはまあ、安倍監督の野球、目指す野球っていうものが、まあ、現役を通じてね、安倍監督というのを安倍選手として、周りで見てて、ある程度理解できてる人が多いと思うんで、そういった意味では方向性を選手に浸透させるのには、そんなに時間がかかんないのかなというふうに思いますけどね。まあ、そうですね。やはりその、日本人になったわけですから、いろんなものが、良かったっていう評価の表れなわけですから、まあ、日本人になった時ぐらいは大きくその人事を動かす必要はないのかなというふうに思いますよね。まあ、やはり38年ぶりでしたかね、日本人になって。まあ、やはりその、もう来シーズンはもう連覇しか、ね、ファンの人も含めて望んでないわけですから、まあ一回優勝というしたハードルを上げたわけですから、来シーズンのそのファンの方を満足してもらうためにはやっぱりもう連覇しかないですよね。で、連覇に向けては、まあ、やはりこの、初めて勝つのも大変なんですけども、やっぱ連覇することはさらに大変。まあ、他の11球団は打倒阪神で、まあ、少なくともセントラルリーグの5球団はもう打倒阪神で来るわけですから、それに対してしっかり対策を立てて、まあ、追われる立場になりましたからね、今度はね。まあ、よく追われる立場が大変だと言いますけども、まあでも、追われる立場というよりは、やはりその、期待が大きくなってるのは間違いないですから、その期待に応えるっていうことは非常に、大変だと思いますけどね。でも、まあ戦力の充実、今年のその、活躍した選手の年齢とかそういったものを考えると、まあ、こう何年なんかは阪神がやはり、セントラルリーグをそのリードして戦っていくのかなっていう感じはしますけどね。同じポジションでやった方がもちろん仕事的にはね、慣れてますから、やりやすいところはあります。ただ、まあ、
やはり慣れたことがプラスばっかりとは限らないので、やっぱり仕事的になるでしまうと、ちょっと手抜きでは言わないですけども、今まで100やってたものが例えばもう90とか80ぐらいにも十分とかになってきたりもするし、あとその聞く側の選手もやはりそのちょっとマンネリ化しつつはしてくる可能性はありますよね。ですから、まあ良かったものは例えば自分自身が変わっ新しくそこに入ったポストのコーチと昨年こんなことやってきたっていうことは共有できるように、いいことは継続できるようにして、また新しく来た、その新しく配信されたコーチの人の、まあ、言葉によって選手に伝えることは、例えば同じことを伝えるにしても、新鮮さが違う、聞く側としてはね、私側だったらずっと同じことを聞いてたけども、もう飽きてきたというか、もう慣れてきたけども、同じことを新任のコーチに言われれば、またちょっと違う感じで頭に入ってくる。まあ、そういったところの狙いはあると思いますよね。まあ、やる側としてはね、やっぱりこの、例えばバッティングコーチだったらバッティングコーチずっとやった方が楽ではいいですよね。でも、やっぱり楽っていうのは決していいことばっかりじゃないんですよね。選手の複数年経験も一緒なんですけども、やっぱりその、ある程度緊張感っていうのがないと、FA の選手で大体その成績落ちることが多いじゃないですか。で、これってやっぱり、FA じゃなくても、FA 権を持った選手が複数年契約すると、やっぱり成績って落ちるんですよね。まあこれ、さっき言ったコーチの配置の話にも、やっぱり、繋がってくるのかなと思うんですよね。コーチの人もやはり同じポジションでずっとやっていくと、まあやはりちょっとマンネリ化してしまう。刺激がちょっと、なくなってくると、仕事がやはり、100%。手を抜こうと思ってないんでしょうけどもね。ちょっとやっぱり、足りないものが多くなってきたりはしますよね。やはりもう、ね、人間は同じところにずっとね、入れれば本当に楽なんですけどね。やっぱりそうなるとなかなか成長が止まってしまったりとかね、するので、適度なプレッシャーというか、適度なストレスを与えるということが非常に大事なのかなと思いますよね。はい。まあまあ、なぜそのオリックスにしてもヤクルトは、まあ今年阪神にしてもそうなんですけども、前年、例えば B グラスだったチームが急にとか優勝したりっていうこと、まあ、かなりありますってことは、単純にはその、両リーグとも力が拮抗してきてるのは間違いないんですよね。ですから、まあ来シーズン本当にね、まあ先ほど言った阪神が多分リードするでしょうけども、来年の今頃ね、とんでもない、考えもしなかったチームが日本一になってる可能性もないとは言えませんから、そういったところはちょっと楽しみにしたいと思いますよね。はい。本日は、巨人と阪神を中心に来シーズンの展望といいますか、今後の戦い方についてちょっとお話をさせていただきました。まあ今日もちょっとその細かい部分に立ち入って話をさせていただきましたが、まあこのチャンネルは比較的野球界でもそういった細かいところにちょっと視点を移してお話をさせていただきたいと思いますので、こういったことに、興味がある方は、ぜひチャンネル登録をしていただいてですね、ご覧になっていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。